海上自衛隊とアメリカ海軍は、沖縄南方の海空域で共同訓練を実施したとの情報をキャッチしました。カール・ビンソンとルーズベルト空母と護衛艦伊勢、これは、中国やばいわ。今回は、海地護衛艦伊勢、台湾東沖で、日米共同訓練か、異例の米空母2隻に、中国ビビる緊迫の海域最新戦術訓練国連恐れるを詳しく見ていきます。ミニッツ級2つの空母打撃群の存在、これは中国マジで終了ですね。日本の海上自衛隊の公式ホームページ上において、2024年1月31日付のプレスリリースの内容として、同隊とアメリカ海軍の艦艇とが共同訓練を実施することが、海上幕僚監部からのお知らせと題し記載されている。この日米共同訓練についてと題されたお知らせによれば、海上自衛隊は、日米同盟に基づく行動の一環として、それに準じた軍事による抑止力、対処力の強化を目的に、今回の共同訓練を実施したと述べられている。そこでは、今回の日米共同訓練について、まず、その目的は、訓練に参加する海上自衛隊の戦術技量の向上と、アメリカ海軍との相互運用性の向上の2点が挙げられており、日本を取り巻く安全保障環境の現在の状況を痛感させられる。そして、今回の日米共同訓練は、2024年1月29日から2月1日までの延べ4日間にわたって行われ、その実施場所としては、日本の南西諸島方面、具体的には、沖縄の南方の海空域において実施することが明記されている。この点、つまり、今回の日米共同訓練の実施場所が、沖縄の南方の海空域に設定されていることからも、その対象が中国を意識した行動であることは明白であり、いわゆる台湾有事を想定したものであることは言うまでもないだろう。昨今のアメリカといえば、イランの後ろ盾を受けた複数のイスラム部組織と、中東において対峙している最中でもあり、ロシア・ウクライナ戦争の継続も、政治的に、資金の供出がストップするなど、対外的に、大きな動きを抱えている。そうした観点からすると、いかに、世界で、最強の軍事力を有するアメリカといえ、と、複数の異なる地域に部隊を派遣することの困難さを指摘する声も一部にはあり、アジアにおけるパワーバランスの相対的な低下を危惧する向きも多い。中国による東シナ海や南シア海における、こうした相対的なアメリカの軍事力の低下につけ込むかのような動きが懸念されているが、今回の日米の艦隊の共同訓練は、そうした流れに釘を刺す意義があると解釈されている。海上自衛隊は、今回の日米共同訓練に参加させた艦艇として、ヘリコプター搭載護衛艦艦式号 DDH ヒューが、型の2番艦伊勢の名を挙げており、同隊としては、この1隻のみの参加に止まったことがわかる。ヒューが、型ヘリコプター搭載護衛艦は2隻が建造されており、その2番艦である伊勢は、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、最大幅 33.0メートルの大きさを誇り、全通式の飛行甲板を備えている。今回の伊勢を含むヒューが、型ヘリコプター搭載護衛艦は、その全通式の飛行甲板を活かし、3機の回転翼機の同時離発着が可能であり、また、哨戒任務用の SH-60 であれば、最大で8機を収容する艦内のキャパシティを誇る。これらのヒューが、型への航空機運用能力は、固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすべく、航空母艦化改修が進められているイスモ型と比較すると少ないが、その設計の基本となった艦艇だと思われる。逆に、アメリカ海軍から参加した艦艇は、ニミッツ級原子力航空母艦の3番艦であるカール・ビンソン、同4番艦であるセオドア・ルーズベルトと、2隻の大型空母を中心とした大艦隊となっている。これらの2隻の大型原子航空母艦であるニミッツ級に加え、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の13番艦のプリンストンと、同24番艦のレイクウェリーの名が、今回の参加艦艇の中には記されている。ただし、
タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、すでに退役を開始している老朽艦でもあり、13番艦のプリンストンも2026年、24番艦のレイクエリーも、2025年を、目途に退役が行われる予定となっている状況ではある。そして、今回の共同訓練で、最も多数が参加したのが、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦であり、実に、7隻もの数が投入されており、航空母艦を守る強力な打撃群の中核を担っていると言えるだろう。具体的に、それは、47番艦のハルゼー、54番艦のスタレット、55番艦のデューイ、60番艦のウィリアム・P・ローレンス、63番艦のジョン・フィン、65番艦のラファエル・ペラルタ、68番艦のダニエル・イノウエの7隻である。今回の日米の合同演習では、艦首としては海上自衛隊はヒューガ、型ヘリコプター搭載護衛艦1隻、アメリカ海軍はミニッツ級航空母艦2隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦2隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦7隻の合計12隻が参加した計算になる。この艦艇の参加の状況を鑑みれば、アメリカ海軍のカール・ビンソンとセオドア・ルーズベルトを、それぞれ中核とする2つの空母打撃群に、海上自衛隊のヒューガ、型ヘリコプター搭載護衛艦伊勢が加わった形に見える。日本、アメリカともに、潜水艦の参加は公表していないが、当然のことながら、アメリカ海軍の1個空母打撃群には、必ず、少なくとも、1隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦が随意して護衛を行っていると想定される。そのため、海上自衛隊でも、伊勢の護衛を兼ねて、何らかの潜水艦を帯同させていたと個人的には考えており、中国側からしてみれば、こうした海面下で見えない攻撃型潜水艦の存在こそが、潜在的な脅威になったとも思える。海上自衛隊のお知らせによれば、今回の訓練の内容は、参加艦艇によるクロスデッキ運用、リンケクス等の戦術的な訓練と説明されており、回転翼機の運用が可能な、伊勢とアメリカ海軍の艦艇間で、それらの相互運用が実施されたと考えられる。ヒューガ、型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦たるヒューガは、かつてのアメリカ海兵隊との合同軍事演習では、MV-22B オスプレイのクロスデッキ運用を行った経緯もあるが、同機は、2023年11月の墜落事故も記憶に新しい。そのため、今回は、相互に、回転翼機のクロスデッキ運用のみが実施されたものと推定されるが、これについての詳細な言及は、海上自衛隊側からもアメリカ海軍側からも共になく、どのような意図があったのかも明らかではない。また、海上自衛隊のお知らせには、フォト EX 写真撮影用陣形も実施内容として記述されていたが、これを証明するものとして、アメリカ海軍のカール・ビンソンと、セオドア・ルーズベルトと海上自衛隊の伊勢が並んで航行する写真等も添えられている。アメリカ海軍は、今回のカール・ビンソンとセオドア・ルーズベルト以外にも、日本の横須賀を母港とするニミッツ級航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンも待機させており、日本周辺に3つの空母打撃群を展開する力を示したことになる。これは、現在、中東情勢の悪化から、ミニッツ級航空母艦の2番艦である、ドワイド・D・アイゼンハワーの1個空母打撃群を稼働させていることから見ても、いかに、太平洋地域に重点を置いているのかを端的に示すものとも解釈できるだろう。すでに、今の時代、長距離打撃兵器としての対艦ミサイルの射程距離の飛躍的な向上が指摘される中にあって、大型の原子力航空母艦は、それらの格好の標的であり、かつてのような絶対的な軍事力の象徴ではないとの意見も目にする。その指摘は間違いではないとは個人的には思うが、そもそも太平洋戦争以後、アメリカは自国の航空母艦が攻撃を被るような戦場にそれらを投入するような運用はしておらず、圧倒的な航空優勢下でしか活用していない。したがって、今後も実際にはそのような危険をはらんだ紛争地域に対航空母艦を派遣するような行いをすることはないと思われ、あくまで
そうした事態に陥らないと判断した場所に戦力投射を行うと見ておくべきであろう。